今回ご紹介するのはドキュンヤンキーのイッチと、優等生女子の恋の物語。憧れの女の子と付き合うなんて夢のまた夢。そんな夢を現実にしたイッチだったが。だったら書きます。はよせい。初めてだから不備あったら指摘してください。俺は中学の頃、典型的なヤンキーだった。喧嘩したり、授業もろくに受けず居眠りするのに律儀に学校に通う。しかも中学生にしては背が高かったこともあり、リーダー格だったんだ。自分で言うのすごい恥ずかしいけど、一年の後半同じクラスのある女子と仲良くなった。きっかけは俺がちょっかいを出したこと。そいつは、気が強い感じで中学生にしては落ち着いている雰囲気。そんな近寄りがたい女子にちょっかい出せる俺。かっけーとかいうノリだったと思う。それからしばらくして俺はその子に告白した。ちょうど2年に上がった頃のことだった。付き合うことを友達に話すと、意外だとか似合わないだとか散々言われた。多分彼女の方もそう言われたと思う。先生に呼び出されて付き合うのやめろ、って言われたくらいだった。恋人になった学校一のヤンキーと真面目な女の子。それに反対する周囲の人間たち、まるで漫画のような展開である。くだらなそう。中二病が冷めただけじゃないの。支援ありがとう。仕事なんでまた昼来ます。くだらないレスにも実に大人な対応をするイッチ。学校を閉めていただけあって器もでかいようだ。それとも彼女がイッチをこのように変えたのだろうか？これからどんな恋をするのか、期待がどんどん膨らんでしまう。やっと昼休みだ。じゃあ続きを。明らかにタイプの違う二人だったけど、仲は良かった。まだ子供で金もなくて、デートといっても公園行ったりとか、地元のお祭り行ったりとかだったけど十分楽しかった。4ヶ月後くらいかな、学校でも、放課後でもほとんどずっと一緒にいた。けど手を一回繋いだだけで、あとは何もなかった。それが俺には物足りなかった。好きだったし、楽しかったけど周りの奴らが DJ をどんどん捨ててる中で俺は焦ってたんだな。今考えると浅ましくてガキだった、本当に。ま、実際子供だったしな。その後俺はその子を振った。結局半年も経たずに別れてしまった。一週間後には中1の前半に付き合っていた他校のギャルと寄りを戻すことになった。その女は多中でドヤンキー。学校もサボりがちでほっつき歩く、ある意味本当に立ちの悪い不良だった。なんと誰もが見たいデコボコな恋は一致のくだらない欲望のために終わってしまった。ドキュン女に乗り換えられた彼女は一体どんな気持ちだったのだろうか。そいつと無事初体験を済ませ元カノとは違いベタベタしてくる可愛い彼女と学校もサボり、いつも一緒にいた。気づけば週に1回ぐらいしか学校に行かなくなっていた。健全な付き合いとはほど遠かった。中3になろうとする時期もそれは変わらない。それどころか、徐々に受験モードになっていく学校に、居場所がなくなっていくのをひしひしと感じた。先輩はもちろん高校になんて進学できず、よくて定時制高校それすらしばらくすると辞めていった。そんな先輩を見て、俺もこうなるんだろうなと漠然と思っていた。だが、その漠然と思っている未来から、心の奥底でイッチは抜け出したいと思っていた。しかし、自分には無理だと諦めていた。そんなある日。そんな中で元カノから連絡があった。なんで学校来ないの？だるいから。だるいからで許されるもんじゃないから。なんなの？お前関係ないだろ。関係あるよ元カノだから。元彼がそんなんじゃ恥ずかしい。俺高校行かないで働くし、関係ない。絶対高校だけは行ってもらう。明日から図書館に来い。元カノに惚れた。そんなこんなで俺は元カノに勉強を見てもらうことになった。断らなかったのはきっと心のどこかで先輩のようになりたくないって思ってたから。本当は不安で不安でしょうがなかったんだよ。将来自分たちみたいのがどうなるかは散々見てきたから。時間がなかった。今までろくに勉強をしてこなかったのを、2学期分の時間で取り戻さなくてはいけない。元カノは元の頭がいいのか塾には通ってなかった。だから、土日以外のほぼ毎日図書館の中の談話室で勉強した。俺も心のどっかで最後のチャンスだってわかってたんだろう。仲間になんと言われようとやめなかった。その時付き合っていた彼女とも自然消滅した。こうして悪い関係とも距離ができた一致は、ここから怒涛の追い上げを見せる。一度生まれ変わると強く誓った人間の根性と気迫は、こうも凄まじいのである。徐々に成績は上がっていったし、公立の過去問題も解けるようになった。ただ、内心が悪い。高校に送る内心は3年のだけだったから、3年になってからはほとんど学校に行った。元カノはどん底まで悪かった成績の方が努力点で上がりやすいから、ちゃんと先生に媚び売れとアドバイスをくれた。数学と国語は過去問でも比較的高い点数を取れるようになった。ただ、暗記科目である理科と社会の点数がなかなか上がらない。積み上げが全くないゼロからのスタートだったからね。そんな時元カノは語呂合わせを教えてくれた。
青いミッキーやる中佐とか、リンゴさん、とか、とにかく俺のために試行錯誤を繰り返し、教えてくれたんだ。たまに図書館の自販で買った紙パックのジュースをおごってくれた。今ではあんまり見ないけど、あの紙パックの甘ったるいジュースは俺の思い出の味でたまに急に蘇ってすごく切なくなる。ここまで元カノに尽くしてもらった一致は、この時どのような気持ちだったのだろうか？そして元カノはくだらない理由で自分を振った男のために、どうしてここまでできたのだろうか？元カノは推薦で公立に受かった。その時初めて泣いている彼女を見た。先生や友達に泣き笑いしながら報告する姿を見て、肥後欲がすごいそそられた。でも、今の俺は彼女には守ってもらっている立場だと思っていたから、彼女に思いを伝えることはできなかった。その後俺は公立の一般試験を受けた。思ったより手応えがあって自分でもびっくりした。母子家庭だったから私立に行くことはできなくて、公立一本だった。もうちょいレベル上げてもいけるよ、という元カノの意見に大反対して、地元で一番頭の悪い高校を受けた。落ちるのがとにかく怖かった。高校に落ちるのが怖いなんて次元の高い話するとは思わなかったよ、しばらく前は。一致をより高みにレベルアップさせたい彼女。とにかく失敗が怖い一致。この二人にはどんな未来が待っているのだろうか？結果は見事合格。後日答え合わせしたら、後に、3個高いところでも受かってたっぽくて、二人でやっぱりもっと高いところ志望すればよかったね、と笑い合った。高校に入ってからも進行は続いた。共に困難を乗り越えたから、他のどんな奴より仲が良かった。同じ中学で仲の良かった奴らは軒並みと美食家塗装屋さんになっていて、俺は本当に元カノに感謝してもしきれなかった。彼氏彼女から、元彼と元カノ、そこから友達、肩書きでのつながりが薄くなるのと反比例するかのように、二人の絆はどんどん強くなっていった。この時、元カノは一致にどういう感情を抱いていたのだろうか？高校でもヤンキーはいたけど、見た目がやんちゃなだけで暴力沙汰とかも数えるほどだったし、いじめもなかった。本物の不良は2年に入る前に辞めていったから、それ以降は平和そのものだった。俺もちょっと真面目になって、成績は良くなくても真ん中あたりをキープしていた。そんな中で元カノとカラオケに行った時、元カノがカバンからクリアファイルを取り出してこう言った。俺くんにはこの専門学校に行ってもらう。クリアファイルにはその専門学校の資料が大量に入っていた。それだけじゃなくて、奨学金だの具体的な資料もあった。何が何だかわからなくて元カノに話を聞くとこう説明された。俺くんは中学の時成績に1がつくぐらいのポンコツだったのに、ちゃんと高校に入れたよね。しかも成績も今のところ普通で赤点もない。だったらもっともっと高みを目指してほしい。本当は大学を進めたかったけど、俺くんは家庭に負担をかけたくないって強く思ってるみたいだからやめた。この専門学校は奨学金も充実してるし、資格を取る環境も整ってる。資格が取れれば就職に困ることもない。手に職な仕事だから高校卒業したら働こうなんて思わないで。正直、高校出たら働こうっていうのは図星だった。もうこれ以上親に負担をかけたくなかった。それは周りに中卒で働いて親にお金を渡してる友達がいたせいもあると思う。俺はもらった資料を読んだ。その専門学校は医療系の資格を取るための学校だった。ここまで人生に踏み込まれたら、反発する人間も多いはずである。しかし、一致は違った。元カノに勧められた進学先に決めるなんておかしいかもしれないけど、俺は元カノに絶対的信頼を置いていて、それ以外の道に進むなんて頭になかった。洗脳されている。もしかしたらそう思う人もいるかもしれないがそれは違う。それだけ二人の絆は強いのである。また勉強の日々が始まる。前と違うのはまだ高校2年生で時間はたっぷりあること。そんな中でも奨学金を受けるには努力が必要で、とにかく勉強するしかなかった。元カノは中学の時から心理学を勉強したいって思っていたらしく、行きたい大学への指定校推薦枠が多い高校を選んだ。その指定校推薦枠を取るため塾にも行き始めたから、俺に勉強を教えられる時間は減った。俺もいつまでも元カノに頼っていられないから頑張った。俺は塾には行けなかったから、放課後に高校の先生を捕まえて勉強を教えてもらうというテクニックも覚えて、がむしゃらに頑張った。元カノも俺がここまで頑張るとは思っていなかったらしいけど、専門は奨学金をもらえる推薦入試枠で合格。彼女より早い進路決定だった。お前も早く合格しろよって言ったら調子乗るなよって鼻をつままれた。彼女も3枠しかなかった指定校推薦に入って合格。元カノは、私ろくに受験したことないから、就職の時ヤバいかも打たれ弱くなってそうとか言ってた。まあこの枠を取るために高校のレベル落としてたし、取れるのは当然のことだったんじゃないかなと俺は思う。
そんだけ未来を見据えてるというか、ずっと先のことまで頭に入ってる、どことなく余裕のある人だった。専門に入ると忙しすぎて遊んでる暇なんてほとんどなかった。大学にも学科があるような分野を専門ではさらに短い期間で学ばなくてはいけない。朝から夜近くまで授業があってバイトもするとなると俺は毎日クタクタで、今同じことをやれって言われたら無理だと思う。この時の一致はとにかくがむしゃらだったのだろう。自分自身と、無理をしている母親、そして支えてくれている元カノのために。俺はこれが終わって資格を取ったら元カノに告白しようと思っていた。普通に考えたら元さやで結婚しそうな感じだけどな。続きよろ。ありがとう。今日中に終わると思う。仕事が決まって、資格が取れた暁には同棲したいなんて考えてた。俺にここまで世話を焼いてくれたんだから、俺のこと嫌いなはずがない。むしろ好意がなきゃここまでできないだろってね。でも今はまだ元カノに告白できる身分じゃないから我慢した。会えなくても、こうして勉強してる今は彼女がくれたものだからそれだけで頑張れた。その後俺は無事に就職も決まり、国家資格も合格した。順風満帆だね、こう書いてみると。勤め先は専門で斡旋してもらってすんなり決まったから、時間にゆとりができた俺は元カノを旅行に誘った。温泉行きてって言ってたから国内温泉旅行。そこで告白するつもりでいた。二人で温泉旅行、ここまで来ればあとはもう、である。風呂も上がって夕飯も済ませて二人でテレビを見てた。元カノと別れてから俺は一回も元カノに触れてなかった。そんなことしたら許されないだろうなと思わせる堅くなさが元カノにはあった。ちょっと人を寄せ付けないというか、仲良くなるまで時間がかかるタイプ。俺はヘタレで全然告白できなかった。心臓がバクバクなのに指先は冷たくなって、いおいおうって何度も思うんだけど言葉にならなかった。そのうち元カノは包装された箱を持ってきて俺に渡した。就職祝いだと言って中身はちょっと高い感じのペン。これは今も大事に使ってるよ。結局俺は告白できなかったんだ。そのうち元カノには彼氏ができた。イッチは学校で一番強いヤンキーだったのだろう。どうして根性を見せなかったのだ。もう終わりかい。せっかく温泉に行った時の積もる話とか、一晩中寝れなかったとか、付き合ってた頃のこと思い出して泣いたとか、なんというか、こう、葛藤注文があるだろ。風呂上がったら温泉旅行のこと詳しくな。ただいま。そうか、なるべく早く終わらせようとしてはしょりすぎた。せっかく温泉に行ったんだからゆっくり入ればいいのに、俺の少し後にすぐ出てきたから、気使わずにゆっくり入ればいいのに、と優しい言葉をかけたら、なんで俺くんなんかに気を使うんだよ。熱いお風呂苦手なんだよ。とかなんとか言ってた。天然温泉なんだから熱いですよそや。なんで温泉来たいって言ったんだよ。夜は本当にお互い寝ないで話をした。たわいの内緒もない話だけどね。これは質問されたら後で書こうと思ってたんだけど、学校に行かなくなった俺になぜ連絡してきたのか聞いた。元カノが友達と遊んでる時、同じ学校の卒業生を見かけたそうだ。その先輩はとび職ルックに身を包んでいて、友達が、とび職の仕事は大切だから差別するなとか言うけど、私たちが差別してるのって何の努力もせず、しょうがなくなるしかなかったああいう奴らだよね、とかなんとか言ったらしい。不快に思ったらすまん。でも嘘は書きたくなかったから正直に書く。それを聞いて俺はあっち側に行かせなくないって思ったんだとさ。職業差別と取られかねないので私からも補足する。ここで元カノが侮辱しているのは、何の将来のことを考えず何の努力もしなかった人間である。どんな仕事でも誇りを持ち、いい仕事をするために努力し続ける人間は別である。温泉旅行の下りはこんな感じだった。で、54の続き。なんと彼氏とは俺が専門にいた頃には出会っていたんだと。でも専門を出るまでは俺のことを支えるつもりだったから、元カノは告白を断った。その代わり、俺が専門を卒業するまで待っててくれたら付き合いたいと伝えてた。イッチ、この話は元カノから聞いたのか？ならばなぜ、元カノはお前と二人きりで温泉まで行ったのだ？何かの進展が欲しかったとはどうして思わないんだ？変に律儀でお堅いよな。そんな中学の頃に一瞬付き合ってただけの男を支えるために告白断るなんて。その彼氏も彼氏で、元彼を更生させるのに全力を注ぐ女を待ってるなんて。そんだけ好きだったんだよな、お互い。俺実は元カノの彼氏に会ったことあるんだ。どこでかは後で書こうかな。むちゃくちゃできた人だよ。温厚で俺とは正反対って感じの人。元カノは線引きをしっかりする人だから、その辺をしっかりわかってるんだと思うよ。線引きをしっかりしているなら、温泉できっと思いを伝えて欲しかったはずだぞ。どうしてそれがわからない。それでも俺とは親友として遊んでくれてた。彼氏の愚痴とか一切話さないから、それで辛くなることもなかった。
元カノは心理学系の仕事について充実してる感じがしたし、厳しい業界だけど正規雇用してもらって夢を叶えた。本当にすごい人だと思う。俺なんか一生追いつけない。遊びに行った時のお金は全部割り勘。俺は本当は全部おごりたい。だって俺が持ってるこの金は元カノがいなかったら手に入っていないものだから。でも、一度そう言った時あまりにも冷たく断られたからそれ以来もう言ってない。下心見え見えだったのかな。それで会ってくれなくなるのが怖くて、それ以上強くは言えない。二人で勉強してた時も自分は俺にジュースをおごるくせに、俺には絶対におごらせなかった。誰かに頼るとか甘えるのが極端に苦手だったのかも。そんな彼女がもうすぐその彼氏と結婚する。正直そのうち別れるだろうなと高をくくってた。彼女が一人の人間にとことん寄り添える人だって忘れてた。ずっと近くにいたんだから告白すればよかった。そうしたら断られても今ほど引きずることはなかったんじゃないかと思う。俺がずっと真面目なやつで彼女をあんなくだらない理由で振らなかったら何か変わってたかなってよく考える。申し訳ないが、過去が違ったらと考えている時点で負け犬である。これでは突き進むことも吹っ切ることもできるわけがない。スレミンたちもそんな一致に思いの丈をぶつけていく。スレ立てたのは彼女が結婚するから吹っ切るため？吹っ切るためではないかな。吹っ切ることはできないからね。だけど、この話を聞いてどんな反応が返ってくるのか見たかったのかも。それも、同情だけじゃなくていろんな意見が聞ける場所で。君がいたから俺は今真っ当な人生を送ることができるけど、俺はこの先ずっと君に片思いし続ける。かなり未練がましいけど、君よりいい女はこの先一生現れないだろう。好きな人のことを親友という形でずっと見続けるのは結構きついと思う。君が彼とバージンロードを通る姿も、君と彼との子供も全部一番近くで見ることになる。それがどんなに辛くてもやめられないくらい好きなんだよね。子供できたら抱かせてとか言っちゃうくらい好き。それが俺との子だったらどんなに良かったか。抱かせるから落とすなよとか言ってるけど実は照れてるお前が好き。書きながら涙が出てくるぐらい好き。本当は彼氏に殺したいほど嫉妬してる。二人でいるときこのまま抱きついたらどうなるかなとか考えちゃう。でもできない。会えなくなるのが怖すぎて。なら結婚前に告白しろよ。今なら振られるの確定だから覚悟はできるだろ。告白して玉砕して次に行け。未練がましいにも程がある。怖いから好きとも言えない。好きな人の幸せとか願えない。俺と一緒に幸せになってほしい。俺が幸せにしたい。でも君の前ではそんなの一切見せないから、これからも親友としてよろしくお願いします。これで俺の話は終わりです。完全な自分語りすれに付き合ってくれてありがとう。質問あればどうぞ。俺なら耐えきれず自分の気持ち伝えてしまうわ。俺と元カノとの関係が成り立つには、お互いに友達以上の感情がないっていうのが前提条件なんだ。すでに崩れてるわけだけど、それを彼女が知ったらもう会ってはくれない。俺は元カノに幸せになってほしいから告白しないわけじゃない。ただ元カノに中途半端な立場でもいいから会いたいっていう自己中心的な考えからなんだ。もし元カノが俺の気持ちを知っても変わらずに会ってくれるのなら、俺は元カノに告白してるよ。俺は元カノの幸せのために我慢してるわけじゃない。自分の都合のいい方に逃げてるだけ。めめしく情けない意見である。だが元カノへの思いは本物のようである。これは辛い。一致に幸せあれ。自分を立ち直らせてくれた彼女の幸せを一番に願うなら、一致もまた大した男だと思うよ。最後までご視聴ありがとうございました。動画では一致を激しくじすってしまいましたが、その気持ちが痛いほど分かってしまう自分がいます。皆さんは一致や元カノのことをどう思いましたか？ぜひ意見を聞かせていただきたいのでコメントをいただきたいです。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価ボタンもお願いします。